皆さんお疲れ様です。お酒と旅するマーです。今回は新幹線往復1万円で仙台グルメを満喫。それでは行ってきます。私は今東京駅にいます。東京駅は本当に広くて人が多い。常に小走りから始まります。今回はめっちゃお得な切符で旅をします。なんと往復1万円で新幹線が乗れちゃうんです。この動画が公開される頃にはもう終わっちゃってます。すいません。どれだけお得かというと、なんとなんと12,180円もお得。他にもお得になるクーポンがあるので早速使っちゃいます。この動画でキュンパスの存在を知った方、本当にごめんなさい。お得な情報、今後も逃さないようにチェックしていきます。新幹線に乗れて安堵感に包まれます。早速朝食をいただいていきます。やっぱりおにぎりといったらツナ。大宮です。大宮の次は終点仙台です。大宮の次は仙台なんですね。仙台といえばやっぱり牛タン。今回は仙台の三大グルメを楽しみたいと思います。牛タンが入る胃袋空間を作っておかなければなりませんが、やっぱりそれでも新幹線の中で食べたり飲んだりするのって幸せな時間ですよね。この緑コーヒーって初めて飲んだんですけど、結構美味しかったのでコーヒー牛乳好きな人におすすめです。今回の旅にはこちらの2つのカバンを持っていきます。お気に入りのカバンなのでみんなに見せちゃいましたキラキラとか刺繍が好きです。今回初めての仙台、1時間半で行けちゃうのにびっくり。新大阪駅よりも近い。フラッと気軽に遠くに行けるのは嬉しいですね。今回は日帰り旅です。フラッと日帰り旅ができるのもキュンパスがあったから。仙台三大グルメしっかり食べれるように頑張ります。仙台駅に着くと早速美味しそうな文字がいっぱい。駅中に牛タン通りというところがあって、大行列でした。仙台駅、駅周辺は東京でいう吉祥寺と浅草の間みたいな雰囲気が漂っていました。77銀行。利休は東京にもあるけど味が違うのでしょうか。牛タン極み饅頭、牛タンカレーパン、プリンを着たシナモンロールとマイメロと黒蜜。秘伝の塩、独自のカットによる食感と味わいは牛タン本場の仙台でも唯一無二と呼ばれる格に来ました。平日ランチでも予約ができたのでこちらの店舗にしました。早速来ました。 YouTube で見たことがあるんです。このトマト、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。そして念願の牛タン。
5切れにしました。スープと麦ご飯がついてきます。トマトはね、実はこれハーフサイズなんですけど、すっごく大きくて本当に絶品でした。タレの味付けが本当に美味しくて、すごい良いマッチングでした。スープはあっさりしていてとっても美味しい。そして念願の角の牛タン、もうとにかく厚みがすごい分厚いんですよ。ずっしりしてるのに食感はすっごく柔らかくて、もうずっと口の中に入れて東京にそのまま帰りたいっていうぐらい美味しすぎました。視聴者さんにもね、いろんな美味しい牛タンのお店教えていただいて、もうどこに行くか本当に迷いに迷ったんですけど、まあとにかく牛タン素人の私からするともうネギシとの比較しかできないということで、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。お腹がいっぱいになったので仙台で有名な展望台あえる展望テラスに来ました。高さは 145.5m で無料で入ることができます。仙台市の街を眺めながらここでちょっと休憩。展望エリアにはカフェなどはなかったので、滞在時間は5分から10分ぐらいになるのかなと思います。さてお腹を空かせて次のグルメを目指しますか。仙台といえばずんだ、絶対に来たかったずんだ茶寮に来ました。イートインスペースもあったのでこちらでゆっくりいただこうと思います。初めてのずんだシェイク、シェイク史上一番好きな味です。渋い顔で飲んでますがめちゃめちゃうまい。ずんだ餅もせっかくなんでいただきます。ずんだ餅、想像以上に甘みがあります。お餅はとろっとろでめちゃくちゃ美味しいし、ボリュームがねかなりあります。箸休めの塩昆布もいい役割をしていました。だけどやっぱり私の一番のお気に入りはずんだシェイク。毎日飲める仙台の人が羨ましいと思ったんですけど、東京駅の大丸の中にもあるみたい今度飲みに行こうと思います。そして仙台三大名物ラストはかまぼこです。創業84年の老舗阿部かまぼこ店の本店に来ました。なんと笹かまぼこを命名したのはこちらのお店だそうです。そんな歴史のある場所で笹かまぼこ焼き体験をしたいと思います。かまぼこって体にいいんですよね。全然違う、結構いきなり膨らんでくるんだね。笹かま仙台名物いただきます。あ、魚の匂いすごい、赤いプリプリで美味しい。お酒のおつまみにとっても良さそう。プリプリとしていてあっさりとした味わい、とっても美味しかったです。そして熱々が食べれるのも嬉しいですね。まだまだ行きます。お店の外ではひょうたん揚げも売られていました。こちら大行列です。もう老若男女に人気なひょうたん揚げ。はい、お待たせいたしました。見た目がかわいい、そして結構ビッグサイズです。ひょうたん揚げ、ホットドッグの香り、
ただきます。中が白い。ふわふわマシュマロみたい。このお気に入りのバッグにケチャップが。なんとか悲劇から逃れ、なんと気づけば2万歩も歩いていました。私好みのカフェを見つけたので、こちらでゆっくりしたいと思います。北欧をテーマにしたインテリアで、めちゃくちゃ落ち着く空間を見つけました。スコーンが名物のようでした。正直、東京にこちらのお店があったら絶対に行きつけになるなっていうぐらい本当に居心地が良かったです。計画ではソウルフードの麻婆豆腐焼きそばっていうのを食べたかったんですけど、私の胃袋と体力が悲鳴を上げております。はい、ということで、この日誓ったこと、それはですね、もっと筋肉をつけ、基礎代謝を上げ、消化機能を高めたい、体力をつけようと、この日本当に心底思いました。仙台駅のにぎわいは本当にすごいエネルギッシュです。私の最後の計画、新幹線でずんだシェイク。豆知識としては2階のずんだソイロエクスプレスが空いています。寒いけどやっぱりシェイクは飲みたい。仙台、本当にお腹いっぱい楽しめました。次は松島にも行ってみたいなと思います。宮城の楽しみ取っておきます。そして牛タンはお昼に食べておいて正解でした。もう夜にはお腹がパンパンパンです。もっと食べたいものあったんですけど、ちょっと今現状厳しいとはいえ、遠いと思っていた宮城県が往復1万円で行けて、身近に感じられとっても良い体験でした。まだまだ知らない日本があるということで、もっと巡っていきたいと思います。皆さんも健康に気をつけてね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。